昨日午後1時ごろ、根室市内の林道を軽トラックが走っていると、ああ、いたいたいた。右側から現れたクマが一直線に軽トラックに突進してきて体当たり。フロントガラスにはひびが入り、ワイパーも破損。クラクションを鳴らしながら猛スピードで逃げますが、来た、まだまだ来た、来た、来た。クマはしばらく追いかけてきて、やがて立ち去ったとみられています。現場は根室市の東梅地区。軽トラックは山菜採りのため林道を東に向かって走っていました。熊と遭遇したのは林道の入り口、道道142号から1キロほど入った場所でした。もう一度映像を見てみます。林道の右側に熊が現れると同時に、もう一頭別の熊が左側の茂みの方へ走り去っていきます。2頭は親子で、軽トラックに体当たりしてきたのは母グマとみられています。軽トラックを運転していた50代の男性と同乗者に怪我はないということです。根室市内では今月に入り、クマの目撃情報が8件寄せられていて、市や警察が注意を呼びかけています。